東方向右側をご覧ください。たくさんの社主さんたちによるお見送りがございます。吉野川が見えてまいりました。右側が上流、左側が下流でございまして、徳島市内へと注いでおります。この付近は河口から約70キロ地点に当たります。吉野川の流域は四国の 20% に当たる広さを占めております。また吉野川は全長194キロであり、四国第2位の長さを誇っています。ちなみに第1位は四万十川の全長196キロと、その差はわずか2キロです。江戸時代から明治大正にかけて鉄道や道路が整備される以前は、吉野川を利用した船による輸送が主流でした。船底の平らな平田船という小掛け船で、下りは川の流れを利用して2日から3日をかけて徳島市内まで行ったそうです。秋から冬にかけてはなんと船頭さんが川岸から綱を引いていたそうです。
の看板が見えてまいります。お出迎えです。